わっさー、はい、琵琶湖ガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いします。3月の31日、昨日ですね、本日の4月1日もなすびガイドやっていきましたので、簡単にお話ししていきたいと思います。昨日の3月の31日は、日曜日で、ダブルリーグだったりとか、琵琶湖でトーナメントが行われたりとかもありまして、ハイシーズンの日曜日っていうのももちろん相まってるんですけど、人がかなり多かったです。最近は、情報が結構ね発達してるんで、釣れる定番スポットだったり、今が旬のスポットにたくさん人が、多いような、現状な土日なわけなんですけど、そんな感じで昨日もなかなか人が多かったですね。昨日は、長野さん、タバランバイ長野さんと合同ガイドになるんですかね、田島建設田島さんと他園さん、そして静香さんで、ゆい子さんっていう方に遊びに来ていただいたわけなんですけど、僕の船は、田島さんと他園さんに乗っていただいて、いつも通りっていう感じでした、はい。で田島さんは、最近ちょっとお体悪くされてたんですけど、復活されてみんなでわっしょいって盛り上がった感じでしたね。で朝から田島さんビッグベイト大好きなので、ブロシューターだったりとか、クラッシュナインだったりとか、そういうのも含めてやっていくわけなんですけど、でそれにフォローの、ミドストとか、カバースキャットとかそういうのも入れたりとかもしながら、バスフィッシングを楽しんでいくっていう、で人も結構多いんで、人のゴミの少ないところを避けながら釣りを展開していくっていう感じだったんですけど、なかなか魚が口を使ってくれなくて、でそこで、たまらんばい長野さん艇はポロポロっと魚を釣ってたりとか、さすが長野さんっていう感じだったんですけど、ちょっと昨日もちょっと早めに終わりまして、でそこからちょっと悔しかったので練習しに行くと、その僕の船ではね、昨日はクラッシュナインでが一番反応が良かったんですかね。クラッシュナインで結構魚が目の前まで本当に追ってきたり食いそうなんですけど、なかなか食わず歯がゆいよって感じで、で他園さんはスイムジグでバイトがあったりとか、なかなかちょっとですねショートバイトだったのかなと思いながら、でちょっと最後居残り練習で僕がちょっと釣りしてたら、ミドストでバスが釣れて、ああやっぱミドストなのかと、ミドストってやっぱ強いななんて思いながら、終わりました。で本日の、月曜日なんですけど、いつもお世話になっております、吉村さん、そして T 君に、小学3年生の T 君に遊びに来ていただきました。で朝から、スイムジグを巻きに行くんですけど、反応が得られなくて、で昨日は最近ちょっとバスの軟膏を今メインでやってるんですけど、その軟膏の周期が結構産卵モードになってる感じがしてて、でいつもと違う狙い方というか、あえて定番の釣りに戻してみたりとか、いろいろとやりながら、ハードボトムの場所とかウィードエリアを狙いながら乱眼していったんですけど、結構一箇所魚が見つけれる、たくさん溜まってる場所を見つけて、そこでいつも通りネコリグとか、ミドストとか、そういうのもダウンショットとかもね、入れていくんですけど、なかなか食わなくて、で久しぶりにサイコロラバーの、ダウンショットを入れると、そこで吉村さんが、2連発をして、釣れる、やっぱサイコロって強いななんて思いながらやってて、で、T 君はねダウンショットの、ルーシーっていうあのカーリーワーム大好きなので、それを投げてもらってたんですけど、それでなんと2回食わしたんですけど、なんと、バラしてしまって取れなくて、悔しかったんですけど、それも小学校3年生の T 君からしたらいい思い出、いい経験になるんじゃないかなっていうこと で最後で、それからね午後から結構ね予報外れの爆風になりまして、なかなか風裏展開でやってたんですけど、いかんせん風が強くてちょっと苦戦して、今日はね終了という感じになりました。吉村さん、 T 君、一日ありがとうございました。そんな感じです。明日もナスビガイドなので、明日もね天気良さそうなので、服装が結構ね軽い服装になってきたんで、今上がらない足が、防寒着、朝はね寒いとちょっと防寒着着たりもしてるんですけど、日中は防寒着を脱いでも釣りがしやすく、快適になってきたんじゃないかなと思っておりますので、明日までが暖かいかなと、明後日ぐらいからまた雨降るんで、またどうなるかわからないんですけど、少しずつ、季節が進行しているなっていうような、現状でございます。ということで、本日のなすび TV でした。ナスビガイドは4月も5月も、募集しておりますので、下の概要欄からぜひ募集日をチェックしてご予約お待ちしておりますということで、皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、わっさー、ナスビです。ナスビガイドです。
4月の2日の火曜日もナスビガイドやっていきましたので、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はちょっと極端な釣りをちょっとやっていきました。A さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。で、昨日サイコロラバーとダウンショットで、サイコロラバーのダウンショットとルーシーのダウンショットで、反応がいいスポットを見つけたので、そこに入りました。今日も朝からで入りまして、でちょっと A さんには前回ちょっと悔しい結果をしたので、どうしてもバスをね釣っていただきたくて、朝から弱気にサイコロラバーを投げました。そうすると1投目で釣れてよかったねみたいな、よかったねっていう感じで、2投目も食ったんですけどバレちゃって、で、まあ、それからまあポロリとポロリと反応してくれて、 A さん3本、サイコロラバーのダウンショットで釣れました。サイコロラバー強いですね。で、そこからサイコロラバーの動きの食わせ方が、なんていうんですかね、そのスライドスイマーとかでも釣れそうだなと思ったので、これでスライドスイマー250、スライドスイマー250を僕もちょっと試しで投げさせてもらったら、釣れちゃったっていう感じで、スラスイで4月に入ってバスが釣れました。アベレージャー全部50ぐらいで結構でかかったです。で、そこでまああとは、まあ、午前中は結構そのスポットをやりきって、で、まあ、4匹釣れたっていう感じだったんですけど、で、昼ご飯を食べて、で、まあ、魚を釣ってるっていう余裕感もありましたので、で、なおかつバスフィッシングをやっぱり僕はやっていきたいなっていう思いがありますので、まあ最近の風潮ではやっぱり、まあカバースキャット、そしてミドスト、サイコロラバー、まあ、この令和時代の現代の三種の神器、みたいな風潮が僕の中で琵琶湖で感じるんですけど、それ以外でもやっぱり魚を釣るのもやっぱ面白くて、まあ、バスフィッシングやっていきたいので、それができるのが現実的なのか結構ね、シャローエリアなんじゃないかなっていうので、それから昼からはずっとシャローエリアに行きました。浅いところをひたすら、まあ、バマスタやったりとか、まあ、ミノやったりとか、まあ、ちょっとこういうので釣れたら嬉しい、なおかつ釣れそう、まあ、夢のあるルアーをどんどん投げていきましたけど、釣れずに、終わりましたっていう感じで、今日は、まあまあ、釣れてるスポットにてサイコロラバー、そしてスライドスイマー250で、あとはシャローエリアは不発ということで、まあ、どんどん今からシャローも良くなってくるんで、まあ、日々チェックしていきたいなと思います。という感じで、ナスビガイドはいろんなバスフィッシングを堪能できるかなと思いますので、皆様ぜひ遊びに来てください。 A さん一日ありがとうございました。また、次回もご予約ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ということで、ナスビガイドでした。4月2日のナスビガイドでした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、わっさあ、琵琶湖ガイド、ニックネームナスビです。よろしくお願いします。今日は4月4日ですね。昨日は4月3日ナスビガイド予定だったんですけど、キャンセルになりまして、まあ、1日ちょっとお休みいただいておりました。まあ、結果的にまあ結構雨が降ってたので、まあ良かったかなとは思ってるんですけど、昨日湖上に出られた皆様お疲れ様でした。雨の中、寒い中お疲れ様でした。で、今日は、ガラッと雨が降っておらず、朝ちらっと軽く降ってたかもしれないんですけど、まあ、日中は晴れて、まあ、釣りがしやすい一日だったかなと思います。昼から風が強かったんですけど、まあ、それでも風裏場所もありますし、まあ、まあ最近では釣りがしやすい方なんじゃないかなというふうな感じはしました。で、本日は北村設備の北村さんに遊びに来ていただきました。いつもありがとうございます。で、朝から自信のあるスポットに入って、まあ、魚がたくさん映ってたので、連日サイコロラバーのダウンショット釣れるんですけど、それを投げていただくと2投目に北村さんが5ジャップ釣られて、で、そこからまた連発して釣られて、で、ナスコロラバーっていうなんか、まあ、自作の僕のやつでも1匹釣れて、まあ、3本釣っていただいて、で、そこからちょっと場所移動しまして、いつもやってる、まあ、これまたいつもやってるウィードエリアを、まあ、カバースケットで攻めたんですけど、ちょっと釣れなかった、食わなかったので、坂本シャット4インチの 1.8 グラムのミドストじゃないミドストで、なんかスポーニングのオスっぽいバスがね、釣れて、で、昼ご飯に行きました。で、昼からちょっとガラッとまた展開を変えて、
まあ、スイムジグ、あの8分の5オンスのスイムジグをやっていったんですけど、まあ、反応がなくて、でまたまたスポーニングエリアになるであろうハードボトムとウィードエリアの絡むスポットをテキサスリグとフリーリグで攻めていったんですけど、まあ、これまたダメで、で最後朝一の場所に攻めたんですけど、ちょっと風が強くなってたので食わなくて終了となりました。はい、まあ、そんな感じです。やっぱりね、あの最近のビアゴのトレンドでもあります、あの、まあ、ネコリグじゃない、ミドストカバースキャット、そしてサイコロラバー、この3つのリグはね、まあ、三種の神器と僕は呼んでいて、結構無難な、ルアーたちなんですけど、それだけじゃやっぱりね、もちろん釣れるんですけど、それだけがバスフィッシングじゃないので、まあ、他にも釣れるルアーミノとか、まあ、最近だったらもうスライドスイマー250とかも投げてるんですけど、今日もスラスイ250でチェイスがあったりとか、いろいろちょっとバスフィッシングらしい釣りもどんどん取り入れてやっておりますので、皆さんもぜひ遊びに来ていただけたらと思います。というわけで4月4日北村さん1日ありがとうございました。お疲れ様でした。ナスビガイド4月5月募集しておりますので、下の概要欄からチェックよろしくお願いいたします。ということで皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。